ブッシュマスター ACR はアメリカ合衆国メイン州のブッシュマスター社が製造・販売するアサルトライフル。10のカスタムパーツを製造していたアメリカ合衆国コロラド州のマグプル社が2007年のフロリダショットショーでマサダとして発表した。後に AR-15 系のコピーモデルの製造で知られるブッシュマスター社がプロトタイプの製造・販売。 今後の開発を行う権利を取得し、ACR として販売することが決定していたが、さらにレミントン社も参入し、ACR の軍用モデルを開発、販売する権利を取得した。ACR はデザインこそ平凡だが、既存の様々な銃の良い部分、すなわち十分にタイムプルーフされた枯れた技術を効果的に組み合わせているが取り入れられている。また、セレクターレバーや、 マガジンキャッチなどはすべてアンビデクストラストし、チャージングハンドルも、マザダでは片側に突き出たハンドルをパーツの組み替えで交換する方式だったが、ACR では両方にハンドルが付き、パーツ組み替えを必要とせず、完全に左右どちらの手でも操作することが可能となった。また、アッパーレシーバー、ロアーレシーバーとトリガーグループ、ボルトやストライカーを含むガスブロック、バレルと、 ガスバイパスパイプ、ハンドガード、ストックといった各パーツをモジュール化することで、超重心に固定ストックを付けた中距離狙撃仕様や、単重心にホールディングストックとレールシステム付き、ハンドガードによる金代やサルトカービン仕様、さらには 5.56X45mm、納豆弾仕様から 7.62X39mm 弾仕様への変更など、様々な用途、 後継に対応することが可能となっている。特に重心はクイックチェンジシステムの採用により、ほぼワンタッチといって良いほど容易に交換が行える。他のアメリカ軍事機主力小銃候補の多くがそうで、あるように、まさだも M16 の問題点の一つであった、作動信頼性にも重点を置いており、強い衝撃、泥につける、塩につける、凍らせる、 砂塵に埋めるなどの過酷な環境に置いた上で射撃を行うというテストを行い、基準値をクリアしている。口径は最も標準的な 5.56X45mm な投弾、新型弾薬として注目を浴びていた 6.843mmSPCAK-47 で使われている 7.62X39mm 弾にも対応している。基本的には、 マグプル社標準のプラスチック製マガジンが用意されているが、M16 並びに AK-47 で使われているマガジンもそのまま使えるようになっている。しかし、プッシュマスター並びに、レミントンにライセンスが移った ACR 以降は 5.56mm、NATO と 6.8mmSPC のみに代用弾薬が減らされている。 これらはバレルとロアレシーバーのユニット交換で対応することが可能であり、特に 5.56mm、NATO と 6.8mmSPC はマガジンも共有可能であるため、バレルのみの交換で変更できる。ACR はまたモジュール化して多様な用途や口径の変更を要因にしたという特色を持つ。2007年のショットショーにおける最初の発表からしばらく、 マサダのアナウンスはほとんど聞かれなかった。他のメーカーであれば、事実上完成品と呼んでも差し支えない、実写可能なプロトタイプを完成させている状態とも、なれば、大口の契約を取り付けるために、軍や警察へ、熱烈なアピールをするのが常であるが、その後もアメリカ各地で行われた、ショットショーにおいてもマサダは先日したプロトタイプを、ブーズに飾るのみであった。これは、 性能が不足していたというより、FN スカーや H&KHK416 といった似たようなコンセプトを持ちながら、より実績のあるメーカーが製造したライフルが、すでに存在していたこと。これらと同じく、アメリカ軍の次期主力小銃候補として設計されたため、軍が勾配の意欲を見せなかったことなどが原因と言われる。こうした理由により、2009年1月下旬、 マグプル社はブッシュマスター社に各種ライセンスを売却する。さらに同じサーベイラスキャピタルマネジメント参加であるレミントン社が加わった。これ以降、フルオートマチック射撃の可能な軍用のセレクティブファイアモデルをレミントンが民生用でセミオートマチックのみのモデルをブッシュマスターが担当することが決まり、マグプル社は共同開発という形で関わっていくことになる。 2010年1月、ブッシュマスター社は2010年ショットショーに向け、自社サイトにて公式発表を行った。それによると、まず最初に販売される仕様は、ベーシック、モデルとエンハンスドモデルの2種で、ベーシックモデルは、M16A2 タイプのバードケージフラッシュハイダーと、マサがタイプのプレーンなハンドガード、A フレームストック。エンハンスドモデルは、AAC 車製。 ブラックアウトフラッシュハイダーに3面レール付きハンドガード、マサダタイプのフォールディングストックのユニット装備となっている。使用弾薬は暫定的に 5.56X45mm、ナトーダ弾と 6.843mm、SP c ートし、マグプル射製、ウンバスフリップアップアイアンサイトと16.5インチのバレルを共通としている。余談だが、メーカーが軍用と民生用と分かれているためか、 文章によって表記が異なっている。中国の A&K 社がプロトタイプであるマサダとほぼ同様のモデルをエアソフトガンとして販売しており、日本でも規制に対応したものが入手可能である。このエアソフトガンは本家マサダの開発中の写真を元に製造されたため、最終版本家マサダとはチャージングハンドルの位置が異なる。2010年、マグプル社の訓練用装備開発部門でもある。 マグプル PTS 社より、電動エアガン版、マサダ ACR が発売された。その年の夏には、日本国内にも輸入され、アスグックの認定を受け販売。実銃の運用訓練にも使用され、パーツ、オプション類も一部実物、実素材が使われている。また、実銃同様、アッパーレシーバーに一丁ずつ異なるシリアルナンバーが、刻印されている。これにより、 類似品と位置づけられてしまうはずだった A&K 社のマサダは、このマグプル PTS 版マサダの販売に先駆け、同社よりライセンスを取得。在庫を回収し、新たに A&K マグプル PTS スポーツラインマサダとして、シリアルナンバーを割り振り、ライセンス商品として販売することをマグプル PTS 社に約束した。マグプル社は、市場は十分広いと発言している。 2015年7月29日、KSC より、マグプル社オフィシャルライゼンスモデルとして、ガスガンが販売された。ブッシュマスター ACR の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。スワット、ファイアファイト主人公のポール・カトラーが、メインアームとして使用。トランスフォーマー、ダークサイド・ムーン、レノックスや、その他のネスト隊員が使用する。被弾のアリア AA。 日ライカが使用、ヨルムン物語中盤から弾薬を統一する目的で、ここの舞台の正式銃となる。劇中では、レミントン ACR ではなく、マグプルのマサだと表記されている。クリシスに、グレンデルという名で 6.843mmSPC 弾のものが登場。ホームフロント、マッシュブアクションゲーム DLC 第4弾において、M31 サーの名称で追加された。 ペイパーマンドットサイト付きで登場。ウォッチドッグス、ゴーストリコンフューチャーソルジャー、コールオブデューティシリーズ、COD、メガワットに TF141 のメインアームの一つとして、軍用のレミントン ACR が登場。本来登場の予定はなかったが、レミントン社からの熱烈なマーケティングによって、急遽登場が決定した。なお、プレイヤー視点からは、 レミントン社のロゴが目立つようにモデリングされている。COD、メガワット3主人公らデルタホースが使用する。サドンアタック色はデザートカラーになっている。バトルフィールドシリーズ、BF3DLC、クローズクワーターズにて、秋ア R アの名称で実装。ハンドガードの短さが特徴。BF4 全兵化共通のカービンライフルとして、BF3 同様に、秋ア R アの名称で登場。 BFH プロトフォス ACR の名称で登場。荒野高度 SACR の名称で登場。マグナム3.0レミントンアームズ ACR の名称で登場。ありがとうございます。